皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは横山店長です。お願いします。お願いします。お願いします。紹介する車がこちら。まずいいですか？はい。様子がおかしいです。まさかのなんと2台同じ車ってことで。同じ車です。今までにないパターンですね。そうですね、多分今後もないかなって。ちょっとあの似た仕様とか、はいはい、違う車種でちょっと同じホイールとかっていうのはまあたまに聞いたりしますけど、はい、全く同じ車なんですね。全く同じ車です、はい、でしかもこれが普通の車じゃないんですね。そうですね、限定車です。なんと LC の何台限定でしたっけ？70台です。日本70台限定の特別仕様車を2台、はい、2台いっぺんにカスタマイズしたっていうとんでもない内容になっております。でちょっとあの順番に紹介しますけど、はい、カスタマイズの内容も完コピなんですか？これもほぼ完コピ、ほぼ完コピ、ちょっと違うぐらい。もう間違い探しみたいな、はいはい、ちょっともう双子ですかっていうぐらいちょっとそっくりカスタマイズでちょっと順番に紹介していきたいと思います。でこれオーナーさん同士は知り合いというか、友達なんですね、はい、で車いじろうってなった時に、そうです、まあ、どうせだからお揃いにしちゃおうかっていう。いやまあ最初は違うホイールだったんですけど、ね、あそうなんですか、はい、車は一緒だったんですけど、はい、違うホイールでっていう話だったんですけど最終的には同じになったみたいな。はい、一応スタートの時点ではスタートは違ったんですよね。揃える予定じゃなかったんですよ、はい、揃える予定じゃなかったんです。でこう話詰めてっておかっこいいじゃん、はい、一緒にしようぜってことなるほど、そんな感じで一緒になってみた。でちょっとあの2台ペンがちょっと紹介できないんで、はい、1台ずつちょっと見ていきたいと思うんですけど、まず特別使用車ってことでいろんなところが特別になってるんですね。そうですね、まず違うのはグリルの、はい、まあ、色ですね。あとモールがブラックメッキ、トリムがじゃあこれ黒のこの、そうですね、黒が入ってるメッキですね。ブラッククローム風な、そうですね、漆黒って書いてました、はい、ちょっとこのよく見ないと分かんないですけどクロームでもちょっと黒みがかった黒。そうですね、そしてグリルもちょっとメタリックですかね、パールですかね。そう、多分メタリックじゃないかなと思います。入ってる感じの、はい、ちょっとこれ後からこれにしてもかっこよさそうなぐらい、そうですね、バッチリに合ってる。この辺が特別仕様になってるみたいです、はい、あとヘッドライトなんかもちょっと違うんですよね。そうですね、インナーがブラックになってて、この三眼の LED のいつものヘッドライトですけど、はい、インナーがちゃんと黒いタイプ。あとここですね、はい、この辺なんかもここも色が、はい、じゃあこれはあのボンドの仕事がないやつですね。そうですね、やることがない最初からかっこいい仕様になってる、はい、でボディカラーも2台全く同じ色ですけど、そうですね、これ特別仕様で、特別仕様車の色です。この色に2台ともなってるみたいです。だからもうノーマルですごくかっこいいですよね。ノーマルで全然かっこいいですよ、はいはい、でそんな2台をダイホイールご覧ください。なんとアメリカ製単造ホイール、はい、ADV1 同じのが、同じのです、装着されてると、はい、これちょっと本当に今までにないっすね。そうですね、でしかもフルポリッシュなんで、はい、これクリア塗ってあるんですよね。クリア塗ってます、はいはい、のフルポリッシュのホイールがこっちとこっちと両方装着されてるという。しかも K に関しては同じ22インチなんですよね。 K に関しては同じ22インチ、オフセットだけちょっとだけいじってます、はい、あ、 その辺はじゃあ好みに応じて、そうですね、ちょっとだけ仕様変更してるみたいです。でまず21、22問題が LC の場合あると思うんですけど、はいはい、結構これ皆さんやっぱり悩まれるところ。そうですね、最初は21インチでっていう話だったんですけど、まあ、22インチも入りますよっていうこと でタイヤがどうしてもそのミシュランのパイロットスポーツじゃないとダメっていう話だったんで、もう入る選択肢がこのサイズしかないっていう。なるほど、まあ、でちょっと今回この、はい、いつもよりだから少しタイヤ厚めっすよね。そうですね、通常35入れないんですよね、30なんですよね。なんででかい、はい、で入るかなとは思ったんですけど、はい、まあどこにも当たらず入る。なるほど、あこれでじゃあ全然全く問題ない感じ。全く問題ないです、はい、結構今21問題22問題でどっちにしようかなっていうところのこの第3局として、はい、22にしつつタイヤのこうちょっと変形も取る、はい、そしてでかく見せるっていう選択肢が増えたんじゃないかなって思いました。そしてホイール自体ちょっと見ていくとやっぱり ADV なんでこの辺の削り込みとかすごいですね。そうですね、センターキャップもちょっと特殊なんで、だってこれセンターキャップでここのデザインが完成してるじゃないですか、はい、そうなんですよ。切れ目だってここっすよ、このスポークから伸びたこのここだけ出てるとことセンターキャップがつながってる。そしてこのフルポリやばいっすね。フルポリやばいっすね、インナーまでフルポリなんで。あ、インナーもなんですか。はい、すごい。全部ポリッシュで
金属感がすごいことになってますね。そしてピアスボルトなんかはこれ1個飛ばしの、そうですね、ハーフで、はい、入ってます。見えないんですけどこの間にも1個ずつピアスボルトが入ってて、見えてるのはこの1個飛ばしで、これピアスボルトの頭にもちゃんと ADV って入ってるんですよね、はい、こんな感じの。アドバンスになるとホイールが全部チタンのピアスボルトに変わるので、あ、これチタンなんですね、はい、チタンです。なるほど。そしてこのフランジのところもちゃんとこの削ってあるという、はい、すごく複雑なデザインで、外側も ADV のロゴが入ってたりとか、はい、先ほど横山さんおっしゃってたこのアドバンスドシリーズ、そうですね、はい、デザインがこれ ADV10、はいはい、ADV10 ですねっていうデザインになるみたいです、はい、これいいっすね、はい、あとそのシリアルが入ってるんですよね、そこに。あ、これですか、はい、これがお客様の個体のシリアルになります、はい、なるほど。じゃあこれもう1台と一番違いです。あ、一番違いでなってる仕様なんですね、はい、こんな感じのホイールな、これすごいっすねそしてコンケーブも本当に緩やかに、はい、フロントもしてる感じですね。でキャリパーもともとレクサス、はい、こう黒なんですよね。黒です。で結構かっこいいんで、まあ、ボディカラーにもマッチしてるんじゃないかと。あとはタイヤが最初にも言ったんですけどでかいだからすごくこうホイールもでっかく見えるし、はい、タイヤ単体でも大きく見える、はい、でこの隙間もなくなるんで、このパッツンパッツン具合がパッツンパッツンすやばいっすねこれで今回車高も結構ローダウンされてるってことで、そうですね、右と左あの2台こちら側は全部、はい、できるだけ全開落としました。あ、はい、もう限界まで下げてある。限界まで下げてます。これローダウンは何で下げてるんですか。これは RSR の車高調ですね。なるほど、はい、車高調でローダウンされてる。でこっち側も同じく RSR、 RSR の車高調です。ただ確かに車高が、はい、最初指2本ぐらい入れてたんですけど、はい、もうちょっと下げてほしいって言われたんで、本当に5ミリか1センチぐらい、まあはい、そうですね、こっちの方だけちょっと高い感じに。ただまあタイヤが太い分、はい、下がめちゃくちゃ低くはないんですよね。じゃあサイズアップするとそういうメリットもあるんですよね。そうですね、外径が大きくなるんでちょっとまあ上がっちゃうっていうか。確かにもう極端にちっちゃくすると車高それだけでも下がっちゃう。そうなんですよね、感じですけど、外径アップすればそういったクリアランスもしっかり確保できる。そうですね。でもまあこれでもちょっとやっぱ低いのでロベルタつけてリフターですね。あ、なるほど、リフターまでつけてるっていう。ロベルタも入ってるんで、はい、まあ使い勝手も損なわない。結構上がりますからね。結構そうですね、7センチぐらい上がるんで拳に光入らないかなぐらいは。ちょっとじゃあこれ動きはこの後見てみます。そうですね。そしてこのまま間を通っていきますか。もう本当に完コピです間違い探しじゃないですかこれもう全く同じ色の全く同じ車が。そしてリアのタイヤホイールも当然、これもちょっとじゃあオフセットをいじって。そうですね、3ミリ違うだけです。あのそれぞれの車高にちょうどいいようにはめてあるみたいです。そしてリアはフロントよりやっぱりコンケーブが割ときつく、そうですね、取れる感じで、はい、リアは 11.5J です。あ、そうなんですか、はい、でサイズの方が315の3022ってことで、もうパッツンパッツンですねこれ確か純正285かなんかですね。そうですね、はい、なんでかなり太いのがもうすっきり入っちゃってると。そしてこれどこにも当たんないんですね。これ当たんないです、はい、で車高も本当に指が1本入らないぐらいの車高になっております。さあそしてリアに回ってくると、リアもなんかこれ特別使用車のこれ。そうですね、限定な、その70台限定の特別使用のリアウィングです。なるほど、はい、これ通りで見たことないと思いましたこの造形すごいっすね。そうですね、もうギリギリまでリアで、だってこれ翼端板というか、これだってもうここに被っちゃってるじゃないですか。で結構こう風がこううまく流れやすくなるみたいで。なるほど、じゃあここの整流もちょっと考えられるんですか。そうですね、結構車外のウィングなんかだとボディの端から何センチ入ってないとダメですよとかってあるんですけど、はい、確かなんかボディから近ければなんか OK みたいなあるんですよね、はい、これ純正なんですか本当に。これ純正なんですすごい造形ので、70台限定だから基本的には70個まあ50パーツ入れたら分かんないですけど、まあそうですね、ほとんど存在しない、はいはい、ウィングがこっちにもこっちにもついてるってことで、はい、でもまあ、 取ろうと思っても多分車体番号なかったら今レクサス出してくれないので。あ、なるほど、あの取ることはちょっと不可能に近いかなっていう。でなおかつだってこれトランクから入ってるんですよね。はい、なのでこれ穴開け必須です簡単につけようと思ってもつけられないんです、はい、そしてこの光景を見ようと思ってもよっぽどなんかタイミングよくディーラーかそうです、ね、もしくはなんかレクサスの LC のオフ会かなんかに行かないと見れない光景が、はい、
ここで見れるという。多分レクサス店で1台ずつぐらいしか入ってない。別々のところで買ってるんで。あ、そうなんですか。多分1台ずつぐらいしか入ってなかったと思うんですよ、ね。じゃあめちゃくちゃレアな光景ですね。レアな光景です。そして後ろも結構この辺がブラッククロームな感じになってるんですかね。なってますね。フロント同様に黒で全体的に引き締められてる感じなんです。で、唯一こっちは普通のクロームなんですね。はい。なるほど。ちょっとメリハリが効いた感じのエクステリアになっております。はい、じゃあせっかくの貴重な限定車なんでちょっと内装も紹介させていただきたいと思います。内装これめっちゃかっこいいじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいですよ。これまずこのドアのところのこの LC リミテッドエディション、これが一応限定車のパーツ、ね、限定車のパーツになります。これマットとグロスのコンビ、いやあんまり見ないですね。あんまりないですよね。はい。そしてこのゴールドというかちょっと茶色っぽいのもイメージカラーになってるんですかね。そうですね。シートベルトとかこの差し色シートとかドアパネルとかにはいろいろ入ってますね。え、待ってください。ちょっとよく見たらリミテッドエディションのこのシルエットもウイングついてるじゃないですか。やば。このリアウイングから伸びてるラインです、ね、でシートとかインパネもちょっとこのブラウンのステッチ使われてたりとか、はい、ブラウンのレザー、シートベルトなんかもブラウンの。そうですね。これも限定の。はあ。でいろんなところがこのアルカンターラ、はい、人工スウェードになってるんですね。これステアリングなんかもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。そうですね。これも限定のステアリングです。あ、そうなんですか。はい、アルカンターラでセンターコンソールなんかもアルカンターラで、これめちゃくちゃ目立ちますね。しかも2台、はい、豪華ですよね。すごい。そして僕思ったのはこのスカーフブレードがこの綾織りのカーボンのマットとグロスのコンビじゃないですか。で LC ってドアのこのインナーパネルが工事ドなんですよね。工事カーボンじゃないですか。こうカーボン3種類使ってる車って見たことないですよ。こんな感じになっております。じゃあ続いてリフターの動きも見てみたいと思います。上げます。はい、ポチッ。あ、結構上がりますね。結構上がるっす。下げます。ポチッ。こんな感じです。じゃあ最後になりますけど、すごい2台でしたね、これ、はい、すごい2台です。でもこれ完全にこれどっか出かけてたら間違えられるパターンじゃないですか。間違えられますね、はい、どっか走ってたでしょ、はい、みたいな。いやいやいや、それもう1台のみたいな。ただまあ違うのはナンバーだけ。なるほど、はいはい、なんでそんなそっくりカスタマイズで結構目立ち度もここでアップすると思いますんで、まあ、いろんなご提案ができるんじゃないかと思います、はい、ぜひボンドショップ横山さんにご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。